中島純子さんです。この作品は、シンフォニックなスケールのある作品ですけど、ね、一部と二部に分かれてますね。で、アトランティスというタイトルでしたっけね。はい、そうです、はい、これはどういう内容の作品でしょうか。かつて強大な軍事力を持ったアトランティスという王国があったんですが、しかしその強大な軍事力によって世界を制圧しようとしたところ、そのギリシア神話なので神のゼウスに沈められてしまうというお話があります。一応伝説としてはこちらで終わるんですけれども、今回はもしこの王国が海から陸へ復活したらという発想を持って作曲しました。なるほど。そして一部と二部ってどんな感じでこう描かれてるんですか。はい、やはり一部ではおおらかにその王国が、存在する姿を描き、二部では本当に海に沈められてしまって本当に無の状態からどんどん再生していくという、はい、姿を描いています。なるほど、わかりました、はい、どうもありがとう、はいはい、ではそんなことをイメージしながらお聞きいただければと思います。では中島純子さん、じゃあ客席の方で聞いてください、はい、じゃあ準備大丈夫ですかね。はい、では、最後の作品、学生最後の作品ですが、中島純子さんの作品をお聴きいただきます。
中島純子さん。ありがとうございました。